新製品のミスター Q シリーズを従来のラインナップと比較しながら紹介していきます。まずはサミットシリーズ。これは中央のユニットをこのように取り外しして、いろいろな機能を持つユニットに交換することができるモデルです。幅広い機能に対応するため、どうしてもボディの部分が少し大きくなってしまうという部分があります。続いてレンジャーシリーズ。これはサミットシリーズとは真逆のコンセプトの商品です。中央のエレベーター機能を省略することで大幅に軽量かつコンパクトになるというモデルですね。ただ被写体によってはやはりエレベーターが欲しいという状況もあるので、割り切った考え方や限られた機能の中で三脚を使いこなすという技術が必要なやや上級者向けの製品と言えます。そして今回新たに発売されたのがこのミスター Q シリーズ。ミスター Q シリーズはレンジャーシリーズと同程度のコンパクトさを持ちながら、サミットシリーズにもあったセンターユニット交換シフトも備えている、まさに新時代のカーボン三脚シリーズです。ミスター Q シリーズは購入時点で2つのセンターユニットが付属。実際に取り付けしながらそれぞれの特徴を紹介していきたいと思います。まずはフラットユニット。こちらを取り付けるとエレベーターなしの三脚にすることができます。取り付けは簡単。中央の部分にセンターユニットをはめ込むだけ。最後にストッパーを閉めてロックすれば OK です。ここに雲台とカメラを取り付ければ軽量性重視の三脚になります。高さを小刻みに調整することが少ない撮影、例えば遠景からの撮影などではこのフラットユニットを選択することでより軽量に三脚を持ち運ぶことができるでしょう。もう一つのユニットを紹介する前に今のユニットを外してみましょう。ロックを緩めて丸いセーフティーのボタンを押しつつユニットを取り外します。外せたら次はエレベーターユニットを取り付けます。取り付けは先ほどと同じ、はめ込んだらレバーをロックするだけ。エレベーターユニットは見ての通り手動で上下するエレベーター機能を追加できるユニットです。こちらは上下の微調整ができるので近景中景に被写体があるような撮影をするときにはこちらの方がおすすめかなとは思います。先ほどフラットユニットの方が軽量という紹介をしましたが、エレベーターユニットもカーボンパイプで構成されているのでそこまで重いというわけではありません。数字で言うとフラットユニットが 50g 前後、エレベーターユニットが 200g 前後の数字になってます。撮影の状況に合わせてエレベーターの仕様を選ぶことができる、これがユニット交換システムです。今後もミスター Q シリーズに対応するセンターユニットがいろいろと出てくる予定があるので楽しみにしていてください。続いての機能で注目してほしいのが三脚のボディについているアクセサリー取り付けネジです。従来の製品では1つだけネジ穴がついていましたが、ミスター Q ではボディに太ネジと細ネジ、2つのネジ穴を備えています。例えばこのようにアームとフドロボを組み合わせて取り付けたり、さらにスマートフォンホルダーも取り付けてより複雑で高度な撮影を行うことも可能です。他にもレオフォトにはこのアクセサリーネジを使った三脚ストラップがあるんですけども、これまではアクセサリーかストラップ、ネジが1つしかないのでどちらかしか使えませんでした。ミスター Q には取り付けネジ穴が2つあるので、片方にストラップを、もう片方にアームなどの撮影用のアイテムを割り当てるということができます。ちなみに三脚をストラップで背負うときには頭側、雲台を下にして背負った方が安定して持ち運ぶことができます。こういった目新しい機能だけではなく基本的な部分もグレードアップしています。目で見てもお分かりいただけるようにカーボンのパイプのパターンが変更になっています。もちろん見た目だけではなくこれまでとは異なる製法で作られており、材質としての硬さ、剛性もパワーアップしています。続いて金属の部分です。一般的に三脚に用いられている金属というのはアルミの合金なんですけども、ミスター Q も同様にアルミの合金でできています。ただこれに用いられている材料は数あるアルミ合金の中でも特に強度に優れた超長ジュラルミンと言われる素材を使用しています。コンパクトさ、そして軽量さを追求するあまり最も重要な強度を落とすことがないよう使用する素材を一から見直し作られた三脚、それがミスター Q です。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんもミスター Q を使って撮影をしてみてください。